パナソニック製タフブック。英語圏では、ラグドラップトップと呼ばれるカテゴリーである、東芝製 T11001985 年に欧州市場向けに出荷。東芝は、世界最初のラップトップと称している、ラップトップパソコンとは、コンピュータの折りたたまれた蓋がディスプレイを兼ねた、キーボードと本体が一体化した、機上で使用できる携帯型のコンピュータである。コンピュータは、 大きさによって大まかにデスクトップ、ラップトップ、パームトップに分類され、ラップトップの名称は椅子に座りながら膝の上でも使用できるとの意味からで、英語の範疇では主には製英語であるノートパソコンを含めたカテゴリーである。ただし、日本では通常一般的なノートパソコンよりも一回り大きいカテゴリーとして使われており、 このため英語で言うところのラップトップコンピューターに関してはノートパソコンの項を参照。なお、米国など英語圏では和製英語であるノートパソコンは一般的ではなく日本で言うところのノート型はほぼラップトップと呼ばれる。またアーキテクチャがパーソナルコンピュータではないコンピュータも含まれる場合がある。日本では1980年代より デスクトップパソコンと対比させる意味合いから手に持って移動が可能なコンピュータを指してラップトップパソコンという語が使われていた。今日ではディスプレイやキーボードからポインティングデバイスや光学ドライブを一体化させた大型の機種を指してこのように呼ぶこともあるがより一般的にはオールインワン型やデスクノートとも呼ばれている。このためラップトップパソコンという呼び方も 現行の製品に対してはあまり用いられず、1980年代から1990年代、初頭に登場した、現在、デスクノートといわれるサイズに相当する、比較的大型の過半型のコンピュータを指す傾向がある。2000年から2010年現在の、携帯型コンピュータとしては、広角ドライブや拡張性を規制にした、モバイルノートや廉価なモジュールで構成された安価な、 ネットブック、薄型で携帯性に特化したウルトラノート、さらにはパソコン全般との互換性を切り捨てインターネット端末としての携帯機器に特化したスマートブックといった機種があるが、現行の製品ではデスクノートのほか手に下げて持ち歩けるパソコンの範疇としてボード PC に代表される様々な一体型のパソコンが登場しており、それらが携帯型のノートパソコンと デスクトップ型の間を埋めている。東芝 T1000 ダイナブックの原点となった、マッキントッシュポータブル1980年代から1990年代初頭に、かけて8ビットや16ビッチプーを搭載して、液晶方式やプラズマ方式の画面を備えた、2つ折り式の下半型コンピュータが、ラップトップの名称で発売されていた。これらのコンピュータはディスプレイを内蔵するとは言っても、 グラフィック表示より文字表示を目的とする傾向が強く、グラフの表示はできたが640-480ドットなどの4、3の画面比を持つのではなく、横に細長い表示画面を持っている機種が多かった。また当時の技術的限界から、今日のノートパソコンのように薄型で、上面全体が開いて、ディスプレイとなっているわけではなく、本体上部の半分だけが開いて、この部分に、 ディスプレイとキーボードが設けられていた。またこの時代の技術的限界から 3kg 前後から 10kg に迫る製品も存在しており、その重さを揶揄してラップクラッシャーと言われることもあった。このため今日のノートパソコンに比べ携帯性は低く、AC アダプターを必要とせず直接コンセントから電源を取れるなどの特徴こそあったが、カバンに収めて、 持ち歩き方々で取り出して利用するというよりも安定して使える場所まで運んでいって設置し、あまり動かさずに利用する形で使われていた。蒸気以外の主な特徴は以下の通り。これらは主に商業分野や工業分野、または学術分野で利用され、産業用ロボットや業務用機器などといったハードウェアの制御や、その場で見積もりや、 シミュレーションデータを出す用途などにも利用されていた。特にハードウェア制御分野では制御プログラムがこれらラップトップ機の機種に依存して組まれており、2000年代に入っても相当数の旧式なラップトップ機が業務用分野で利用されている。ありがとうございます。